una cuenta que sí son chicos. Ni sin tirar. できるだけ細いに切った方がいい。できるだけけどみじん切りにしたらいい。できるだけ細い。ここもが10日11日かまんね2日がこれ消費期限やろ見てちょっと見てくれこれ賞味期限やろ見てここ目が見えんやけどわからん賞味かなね賞味じゃ賞味だと思う。わかんないと思う。ここのか、10日11、3日、3日遅れちゃうやつ。賞味じゃ。賞味期限は1日2日かまがね、消費はいかん。絶対に。ロースハム使いより。一枚のとこ入ってね。大丈夫。消費は疲れんで。賞味は2、3日はおばちゃん使いながらね。これもみじん切りにするわ。
お米粒の大きさになるぐらいにね。しんどい。大きなフライパンは重たいから。笑顔で中堅のおばあちゃん、このフライパン一番軽い。俺中の笑顔。そんなせんところをおばあちゃんとらんでもいいわね。このキリチューハンも使いやすい。雪印。バターはね、焦がしたら絶対いかんきね。バターは焦がさんように手際をごこっちゃしといて、一つにしようか。あんまり焼けばたばっかりかな。これでいいか。これ完璧に。このバターこんがすぎる。ちょっと待ってやって。それ置いといて我慢から同じことやってせんでも。混ぜる間置いといて。火を取ったらええ。同じ家庭用せんでも。もう焦がしなよ。
しんなりするまで炒めなさい。しんなりするまで結構きついので、かなり炒めないかんだ。なかなか食べること取れたね。簡単なのに。ちょっと待っていて。もう食べた。まあこのトマトとさ、あっちもこっちも開けたまして、どうしたらどうやろう。あれこれも開けて、液体が出てきた。よかった、これサラダで。このね、玉ねぎがしんなりしたら構わんけどね。このフライパンで卵焼きます。また塩コショウ。本当ね、ここへね、ちょっと入れるか。ドブ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 と。ケチャップ。ケチャップ入れて、全体を混ぜて。これかい？これかい？これかい？白ご飯ちょっと食べる分にしたね、味がいらなくなる。
これこう寄せておいてね。こっち。これこれ。寄せておいて。これ入れるよ。これ溶かす。溶かして。ご飯入れたから、ほんで取ってきたな。上から取りなさいよ。お鍋の上から。中を見よう。こうやって、バターで炒めれる分はね、全部。こうやって。ご飯に、うん、炒まったらこれ全体混ぜる、うん、ね、全体に本当はこんなことしてするんじゃないろうけどね、大きなフライパンで、フライパンも小さいし、こうやってこうやってゆすり持ってやるよけど、だからもう全然略し略し、だからさっきもこれ入れちゃった。これ。まあいいか。ああ。入れちゃう。うん。もうこれ入れとこう、ここ形にして、大体こう裏する形にして入れといて、こはい、いいんですよ。ちょっとこれからこっちのもんだ。ちょっと持ちなさい。もう一回食べて。卵ね。ここでこうやったらいかんと、ここでこうやらな。そうせんとね、中へあの、クスが入ると、大きいなぐらい。こんなとこで、平らなとこでせな。角へ持ってくるぞ。卵ついたら手洗うんでからね、すごいっていいわ、もう乳とかね、
ほど。この白い玉の毛、この目玉やと、おばあちゃんの毛の切れちゃう。これ目になるんやって。めちゃる色。のける。んで。あれが冷えたらいかんきね。ご飯も。引かんでも構わんと思うけど、ちょっと引こうかな。いや、いかん。バターで焼かねえかんのや。そうや。これバター。ほら、3つも4つもバター使うの。ほんで、3つ。いたしなやん、痛いかな。お湯でしん。バターもそう。使うのは我慢けど、食べ過ぎたら不満になるっていうの。これで2回に入れるんやってね。火加減で、火加減が見りゃあいかんよ。バター焦がさんように火加減見ながら、こいつ焼くわね。でもこの上もういいです。すぐ焼けるね。それはコツみたい。入れたら30分は。煮物食べたね。もうちょっと焼こうか。けどか、これで、もういいかだ。すすかほえ、きれいな色だったね。はい、これ好きなだけかけてそれ。はい、はい食べて。これかけてから食べなさいよ。ドロッとかければ。どうぞ、召し上がれ。そんな汚いの、それねえやん。あ、いだだだだ。はい、もうそんだけ食べなさい。